はい、皆さんおはようございます。今日も早速、皆様からの質問に答えていきたいと思います。何前世が宇宙人だったというニュージーさんへ質問です。これね、はい、宇宙人はどんな生活を送っているのですか。なるほど。まあそうね、いろいろありますけども、生活、そうね、そしたら朝起きてっていうか、その宇宙人はね、時間がありません。時間という概念が存在しません。なので、寝る時も眠たいなと思ったら寝ます。一応ね、宇宙人でも睡魔とかはありますんで、まあ人間はね、三大欲求だろう、睡眠欲、性欲、食欲だったかな。宇宙人はね、三大欲求、とは言わずに、まあ欲求は一個だけですね。それは睡眠欲、これだけです。まあ意外と思うんですけど、宇宙人ってね、寝ます。それもたくさん寝ます。で、あまりこうね、メディアとかで宇宙人紹介されてたりしますけどね、まあほとんどの宇宙人が目を開けてる状態だと思うんですけども、意外とね、宇宙人って目をつぶってる状態もあるんですね。宇宙人ってなんだろうな、サイズ感で言うと人間のような、まあ頭があって、まあその腕があって、足があってみたいな言われてますけども、これもねちょっと違うんですね。実は宇宙人はね、まあその人間でいう、その身長っていうことで言うと、まあ身長自体はね、だいたい5メーターぐらいあります。5メーターが、普通な身長ですね、宇宙人にとって。なんか話が脱線してますね。すいません、脱線しました。どんな生活を送っている、そうですね、まあお昼という概念が、ないというか、時間という概念がありませんので、あとはまあ食事はね、何でも食います。一応ね、食べてうんこもするよ、たくさん。でそのうんこがね、どこに行くかっていうことですね。その宇宙人から出たうんこは実は雨に変わります。雪にも変わるし、今流行りの、黄砂にも変わるし、雷にも変わりますし、いろんなものに、宇宙人のうんこは変わりますので、これは皆さん覚えておいてください。はい、でまあ食べ物、そうですね、あとはね、そうね、まあ洗濯というかね、洋服はありませんので、洗濯とかはないですね。どこに住んでるか、まあどこに住んでるかっていうところで言うと、まあ世界中、まあ世界中っていうのもおかしいですね。まあ、人間のような世界ではありませんので、まあ分かりやすく言うと、宇宙ですね。まあ火星とか水星とか、そういう宇宙どこでも、います。これはメディアでも言われてませんけど、どんどんね、宇宙人の数っていうのはね、増えてます。まあね、これはね、
意外と思うんですけど、であまりこう人間界からすると、なんだろう、その宇宙人に出くわすタイミングってあんまりないと思うんですけど、宇宙業界では、まあ宇宙界ではすごくいますから、まあ、なかなかね、僕たち、あ、違う、まあ、前世がね、僕宇宙人ですけども、僕の頃もね、やっぱりね、そんなまあ人間界に降りてくるようなことはあまりしなく、やっぱりね、宇宙界ですね、宇宙界がやっぱり居心地もいいし、そんなにね、やっぱりこう人間に会いに来るのは僕もなかったですね、まあ、たまにね、人間の方から宇宙に来てくれてね、なんか重力だなんだってね、なんか宇宙では勝手に浮くよみたいな、人間が、まあ、そんなことは宇宙人からすると当たり前ですから、それはもう浮きますよ。まあ、宇宙人はね、まあ、空も日頃から飛んでるし、どこでも行けるし、そうね、そこはやっぱりこう便利かな、思ったら思ったところへ行けるっていうね、これはやっぱね、便利ですね。まあいろいろありますけども、まあどんな生活を送っているかという問いに対して、ちゃんと、前世が宇宙人であった僕が答えてるかは、答えられてるかは分かりませんけども、まあこんな感じですね。また宇宙人に関して質問等ありましたら、どしどしバンバン、コメントいただいたらと思います。以上です。